サンミシェルド・キュクサ修道院プラード・カザルス音楽祭はフランスのプラードで開催される音楽祭。毎年7月末から8月中旬までカニグー山の麓のサンミシェルド・キュクサ修道院で行われる。チェリストで指揮者のパブロ・カザルスはスペイン内戦を避けてプラードに陰遁し演奏から遠ざかっていた。第二次世界大戦後、復帰を求める声が高まったがカザルスは拒否していた。 そこで友人のバイオリニストアレクサンダー・シュナイダーは、ヨハンゼ・バスティアン・バッハ没後200年にあたる1950年に、プラードで音楽祭を開くことを提案し、カザルスも受け入れた。音楽祭には、クララ・ハスキル、ミエチスワフ・ホルショフスキ、アイザック・スターン、マルセル・タビュート、ヨゼフ・シゲティ、ルドルフ・ゼルキン、ポール・トルトリエなどの著名な音楽家たちが参加し、 最高峰の室内学の音楽祭となった。カザルスの最後の音楽祭出演は90歳記念の1966年だった。1976年には、プラード音楽アカデミーが設立され、若い演奏家のための企画、室内学のマスタークラスが設置された。2005年からは作曲コンクールが創設された。ありがとうございます。